新島甲州湾大橋は中国山東省にある 26.7km の海上橋で2011年6月30日に甲州湾接続プロジェクトの一環として開通した。2012年12月現在、ギネス世界記録では 41.58km で世界最長の水上橋として登録されている。橋は T 字型になっており、 鎮太尾市の大島区と理想区を両端として連絡し、北方向の紅島へと分岐するインターチェンジが、海上に設置した構造となっている。蘭州高速道路へとつながる、新しい 28km の部分で、橋の長さは 26.7km、海上をまたぐ部分は 25.9km となっている。この橋は、陸路の高架道路、鎮太尾公衆湾トンネルを含む、 甲州湾接続プロジェクトの一部で、これらの全長 41.58km を、新東甲州湾大橋の長さとして記載している。よって、これらを合計したとすると 38.44km のポンチャートレーン湖構図ウェイを抜いて、世界最長の水上橋となるため、ギネス世界記録に登録されている。ただし、一続きの構造物としての世界最長の水上橋は、 ポンチャートレーン湖構図ウェイが登録されている。また、2016年にトンネルを含めた全長 50.0km の港玉、沖大橋が開通したとなるとこれらの記録は更新されることになる。ありがとうございます。